Many years ago, I walked 何年も前、アンデス山脈の高地に位置するペルーのクスコでのことです。夜明けに丸石を敷き詰めた狭い道を歩いていました。すると先住民族の男性が道を歩いてくるのが見えました。大柄ではありませんでしたが、滝がたくさん入った麻袋の大袋を背負っていました。袋の大きさはほぼ男性の体と同じでした。荷物はほぼ男性と同じ重さだったに違いありません。袋は大袋の底から出ている縄で荷物を固定し、その縄を自分の額に巻きつけ、頭の両側でその縄を握りしめていました。縄の頭の間に布を挟み、縄が皮膚に食い込むのを防いでいました。男性は荷物の下で前かがみになり、慎重に苦労しながら歩いていました。男性は滝木を売りに市場まで運んでいく途中でした。普段このような扱いにくく重い荷物を運んで町を 2,3 度行き来します。体を前のめりにして四苦八苦しながら歩く男性の記憶は、時が経つにつれますます意味のあるものとなりました。男性はそのような重荷を運ぶ仕事をどれだけ続けることができるのでしょう。人生はあらゆる種類の重荷を私たちに課します。軽いものもありますが、容赦なく重いものもあります。人々は自分にのしかかる重荷に日々もがいています。多くの人がそのような重荷に苦しんでいます。それらは情緒的または肉体的な重圧となります。また厄介で耐え難く、心身を疲れさせ、何年にもわたって続くこともあります。一般的に重荷には3つの源があります。ある重荷は私たちの住むこの世界が自然に生み出すものです。病気、身体の障害、ハリケーン、地震などは私たちに落ち度がなくても時折やってきます。これらの危機に備えることはでき、時には予測できることもありますが、自然の法則に従って誰もがいつかこのような試練のいくつかを経験することでしょう。別の重荷は他人の行いによるものです。虐待や依存症は罪のない家族にとって家庭を地上の天国とは程遠いものにしてしまいます。罪、誤った伝統、抑圧、犯罪は犠牲者の生活に重い重荷を負わせます。噂話や不親切などの比較的軽度の悪事も相手に大きな苦しみを与えます。問題の多くは私たち自身の過ちと欠点のために生じ、私たちの肩に重くのしかかります。自分自身の首を絞める最も厄介な重荷は罪の重荷です。私たちは皆、戒めを守らないときに必ず生じる深い後悔の念と苦痛を知っています。自然状況、他人の悪事、あるいは自分の過ちや欠点が原因で、人生でどのような重荷を負うことになろうとも、私たちは皆、慈しみ深い天の御父の子供です。天の御父は私たちの成長と進歩のために永遠の計画を備え、その計画に沿って私たちを地上に送られました。私たちはそれぞれに与えられる経験を通して、御父のもとに戻る備えをすることができます。私たちが経験する逆境や苦難は、たとえそれがどんなに耐え難いものであっても、束の間に過ぎません。その後、私たちがそれをよく耐え忍ぶならば、神は私たちを高いところに上げてくださることでしょう。私たちは重荷を背負うその束の間がどれだけ長く続こうとも、よく耐え忍ぶためにできる限りのことを行わなければなりません。重荷は自己を完成させるために必要な徳目を実践する機会を与えてくれます。私たちの重荷は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により、生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛に溢れたものとなり、子供が父に従うように、主がその人に負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従うよう、私たちを促します。このように、重荷は祝福となるのです。ただし、このような祝福はしばしば姿を隠していて、それを受け入れ、理解するまでに、時間と努力、信仰を必要とすることがあります。4つの例を用いて説明しましょう。第一に、
主はアダムのためを思って、地はあなた方のために呪われ、あなたは顔に汗してパンを食べるであろうと語られました。労働は継続的な重荷ですが、顔に汗してのみ学ぶことのできる教訓を教えてくれるため、私たちのため継続して与えられる祝福でもあるのです。第二に、アルマはゾーラム人の貧しい者たちが貧困と苦しみを受けて心がへりくだっており、御言葉を聞く用意のできているのに気づきました。さらに、やむを得ずへりくだっているので、あなた方は幸いであると述べています。現在の経済的な困難は、主の御言葉を聞けるようにしてくれるものなのです。第三に、戦争が非常に長期に及んだため、多くのニーファイ人とレーマン人は苦難を受けたために柔和になり、神の前に心底謙遜にへり下りました。不安定な政治、不穏な社会、また世界のいくつかの地域で見られる現代のガデアントン強盗団は、私たちをへり下らせ、社会不安から身を守る天の避難所を求めるよう、私たちを駆り立てるものになるでしょう。第四に、ジョセフ・スミスは敵の手によって長年苦難を味わったことが結果的に経験を与え、彼の益となると言われました。他人の悪事のために味わう苦痛は、自分の行いを改善するための辛いけれども貴重な訓練なのです。さらに、自分の重荷を耐え忍ぶことにより、他人の問題に対してもっと思いやり深くなれます。使徒パウロはまた、私たちは互いに思いを追い合い、キリストの律法を全うするべきであると教えました。同様にバプテスマの誓約は、私たちが次のような人になるように教えています。重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望む。バプテスマの誓約をさらに守ることにより、自分自身や自分が使える人の重荷を軽くすることができます。他の人にこのような助けを与える人は、聖なる地に立っているのです。このことを説明するために、救い主は次のように教えられました。いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？またいつあなたが病気をし、獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか？すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。救い主は、私たちが重荷を負っている間、ずっと私たちが耐えられるだけの力と助けを与えてくださり、そして救い主の時と方法により、重荷から解放してくださいます。アルマとアルマに従う人々は、ノア王の軍勢から逃れて、ヘラムという共同体を設立しました。彼らは地を耕して建物を建て、栄え始めました。突然、レーマン人の軍が来て彼らを奴隷にしました。神の他に誰も彼らを救い出せませんでした。しかも直ちに救い出されたわけではありませんでした。敵は彼らに区域を課し、彼らを見張る監督を置き始めました。祈ったら殺すと脅されましたが、アルマとその腹からは自分たちの心を主に注ぎ出し、そして主は彼らの心の思いをご存知でした。アルマの民が善良で、バプテスマの誓約に忠実であったので、苦しみは徐々に取り除かれていきました。主は言われました。私はあなた方の肩に負わされる荷を軽くし、あなた方が奴隷の状態にある間、あなた方の背にその荷が感じられなくなるようにしよう。私がこのようにするのは、あなた方がこの後、私のために証人になれるようにするため、また主なる神である私が苦難の中にいる自分の民を訪れるということをあなた方が確かに知ることができるようにするためである。そこでアルマと彼の腹金に負わされた重荷は軽くなった。まことに主は彼らが容易に重荷に耐えられるように彼らを強くされた。そこで彼らは心楽しく忍耐して主の御心にすべて従った。さて彼らは信仰が厚く忍耐強かったので、主の声が再び聞こえて言われた。喜びなさい、明日。私はあなた方を奴隷の生涯から救い出す。
憐れみ深い神の御子は、すべての重荷の中で最も重い罪からの解放を申し出ておられます。贖いの間、御子はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって彼らの背きを取り消すために、肉において苦しみを受けられました。キリストはすべての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることのないようにしてくださったのです。私たちが悔い改めて戒めを守り続けるならば、救い主のみが与えることのできる助けによって許しが得られ、罪悪感の重荷から解放されます。なぜなら悔い改める人は誰でも必ず憐れみを受けるからです。焚き木の入った重くて大きい袋を背を曲げて苦労して背負っていたペルーの男性の姿を忘れられません。それは人生の重荷に苦しむ私たちすべての姿と重なります。戒めや御父と交わした誓約を守るならば、御父は私たちが重荷を与えるよう助けてくださることを知っています。御父は私たちを強めてくださいます。私たちが悔い改めるなら、罪を許し、良心の平安と喜びを与えてくださいます。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。